さあやってまいりました、11月今日2日です。メイントーナメントに参加しようかなと、昨日のチャンピオンの2人の助言を思い出しながら丁寧にプレーをしていくと、とにかく負けたら終わります、勝つプレーをしていくことになりますので、楽しみにしてください。結果はレイズに残るでしょう。行ってきます。飛びました。え、飛びました。そうですよね。マジですか、はい、マジですか、はい、マジで、はい、今ブレイクの時間じゃないですか。だってだからブレイク入るときに飛びました。前に、はい、マジですか、はい、そんなことはないですよ。あぶねあぶねビビった。今5万3000ぐらいになっちゃったので、はい、途中でトップヒットもうトップ当たっちゃって、僕がついてったあのもう下ストボードになっちゃって、向こうがついてきたから入ってたんですよ、うん、そこでちょっと捉えちゃいました。まああとはちょっと耐えてる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 、めっちゃ降りてちゃんと降りてました。とりあえずブレーキングでまた降ります。飛びました、ね、いや嘘ですよね。またビビりますよ。どうだったんですか。一応戻しました。キングスで僕がレイズ変えて入って、隣のやつが多分なんかわかんないけどリレイズしてきて、でもう一人がリレイズしたんですね、うん、まあ多分 A ボクか A キンだと思うんですけど、リレイズにリレイズしてるのか多分 A ボクでしょうね、うん、で僕がコールしてキングスだったんで、隣のやつもそうでした。でフレッツがエース、グイーンで、そのリリレイズしたやつがオールインかましてきたんで、それでちょっと降りて7000何歩取られちゃったんですけど、その後、平均が入ってきて、まあ、それでちょっと回収して、まあ、戻った感じ、6万点に、うん、結構硬くやってるんで、僕もね、ちょっと硬めにやって、もうマジで夏じゃないと、もう帰らないでしょ、うん、頑張りますね。ちょっと楽です。どうでしたか、この2時間は。我慢の2時間でしたね。5万7000ですよ。もうだなあ、ジャックスが1回来てそれで持ちこたえたから、うーん、シンプリのやつがもうめちゃくちゃ打ってきてみんな降りちゃう感じ、すげえ強い。結構圧倒的なあれですか、チップですか。うーん、どうでした今。飛びました。飛びた、飛びました。飛びたって感じですか。どうだったんですか。とりあえず8万点まで行きました、ね、はい、もうすごい。チップリーダーから2万5000円ぐらいと、はあはあはあ、テンジャックのスーツで黒が、ね、うん、レーズで入ってって向こうにコールで、クロップが8、3、2、うんうん、3、2が黒、うんうん、で向こうがチェックで僕もベットして、うん、したらレーズが飛んできて、うん、コールして、うん、で次がアートの9番をして、うん、で向こうが1万ってきて僕コールして、うん、で最後7のハートが落ちて、まあ、7、8、9ってハートが落ちたんですけど、うん、で向こうまた1万打ってきたから、うん、ブラシコアがコールを止めたら、うん、向こうは2ペアで僕がストレート、うん、まあ、それでちょっとまくれたから、でそのチップリーダーはショートの2万ないぐらいやつからオールインされて、うん、でコールした負けてたから、うん、4万5000ぐらい飛んだから、そんなに差がなくなってきてる、うん、今多分僕3番手ぐらいだと思う、うん、多分次の2時間の最後だから今日は初心忘れて、うん、固くいきます。すいません。いやお疲れした。電話終わりましたけど、ガチで撮りました。ガチで撮りました。え、ガチですか。ガチで、ガチで、はい、ガチで、はい、終了前の、はい、ガチで、はい、カナの、いや、カナのとかじゃなくてガチですか。
マジですか。え、どんな。一応今10万点です。おい。いやー、よかったですね、素晴らしい。10万点でフィニッシュ。あのチップリのやつ飛んで買いました。まあまあまあ、そんなもん。とりあえず10万まで増やせたら、まあまあまあ、我慢我慢我慢って言ってたんで、これがまたデイ2で、ね、出せればいいですけど、うん、まあ、ひとまず安心ということで飲み行きましょう。お疲れでした。お疲れでした。